ロビー・ロジャースは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ランチョ、パロス・ベルデス出身の元プロサッカー選手。元、サッカーアメリカ合衆国代表。現役時代のポジションは FW。メリーランド大学カレッジパーク校では後に代表でも、プレーする、クリス・エイツ、モーリス・エイド、グラハムズ・シラとチームメイトだった。大学サッカー部で1シーズンプレーした後、2006年8月に、 オランダに渡り SC ヘイレンフェーンとプロ契約を締結した。しかし、出場機会は全くなく2007年2月に契約を解除しアメリカに帰国した。2007年3月ドラフトを経てコロンバスクルーと契約を結んだ。2011年12月契約満了によりコロンバスクルーを退団。コロンバスクルー退団後、 イギリスに渡りリーズユナイテッド AFC のトライアルに2週間参加。2012年1月に正式に契約を結んだ。2012年8月、リーグ1のスティブネイジ FC にレンタル移籍。レンタル終了後、リーズとの契約も解消し退団。リーズとの契約終了後、現役引退を発表。合わせて同性愛者であることをカミングアウトした。 2013年5月、引退を撤回し、ロサンゼルスギャラクシーに入団。年代別の主要大会では 2007FIFAU-20 ワールドカップ、2008年北京オリンピックに参加した。2008年10月、2010FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海予選のトリニダード・トバゴ代表戦で、フル代表初招集。2009年1月のスウェーデン代表戦で、 フル代表初出場、ありがとうございます。